マンディブラリス二股クワガタは、昆虫湖昆虫目クワガタムシか二股クワガタ族に分類されるクワガタムシ。インドネシア、マレーシア二股クワガタ族中で最長。オスの大顎は長く、基部から下方へ向かう。中央部に一体の大型の突起があり、基部から先端にかけても、細かいノコギリ状の内葉がある。アシュ感の違いとして、原名アシュは、 スマトラアッシュと比較して内派が中央よりも、キブ側に位置する個体が多い。しかし、両者の中間的な特徴を持つ個体も存在する。また、原名アッシュの方が、体表の赤い個体が多く見られる。メスは、パリーフタマタやリノケロスに非常によく似ていて、稀に、パリーフタマタとの雑種個体が採集されることもある。ワイルド品を、ブリードしたら、浮かしてきたという情報も、 少なくない。熱帯雨林に多く生息。成虫は夜行性だが暗い熱帯雨林に住むため昼間に活動することもある。成虫の植生としては主にロダンなどの樹液を、幼虫はそれらの口器等の腐食質を食べる。近年の分子系統解析の結果、本種を含む二股クワガタ属は、ノコギリクワガタ属に分類され、基本的に幼虫の植生は、 白色不及剤である。白色不及剤植生の種では、剤の状態や部位に対して、微妙な先行を示すことが多いが、本種の先行性は明らかになっていない。生後6から9ヶ月でさなぎになる。オスよりもメスの方が、幼虫期間は短い。8日後1ヶ月ほどで浮かし成虫になる。成虫の寿命は6から8ヶ月。核は種別の体調の公式記録を記す。 HM マンディビュラリス 48.8mm から 112mm、HM スマートローネス 38.8mm から 118mm ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主にアッシュ、HM スマートローネスが流通する。スタイルが良く、大きいことで人気の種だが、非常に性質が荒く同種多種問わず争い殺すことも、あるため、 単独飼育が原則である。大ゴで挟む力が非常に強く中央の内派で挟まれると非常に痛い。大平拓和る類や、コーカサスオ,オカブトにも戦いを挑む。オスがメスを殺してしまうこともあるので、飼育環境下での繁殖の際には、オスの大ゴにチューブをつける、ワイヤーでくくるなどの工夫が必要である。野外で採集されたメス成虫は、多くの場合交尾が済んでいるので、 通常は交尾させなくとも散乱させることが可能である。散乱の際には固く詰めた発酵マットの上に口器を置くと良い。市販のホダギにも産むが、カビが生えると卵が孵化しないなどの不都合があるため、これを避けるために市販のバクテリア剤や食菌剤を使うという方法もある。白色不及剤食性の種であるため、幼虫飼育は菌紙瓶でも発酵マットでも可能である。 しかし、本種が最も好む、普及の程度は明らかでなく、菌糸の有無が成長に与える影響についても明らかでない。このため、愛好家によって、大型の個体に育てるための方法が模索されているが、確立していない。ありがとうございます。